こんにちは、写真家広田由美です。今病院帰りなんですけどね、これがまたすごいんですよ。今日5月の25日ですね。実は去年ね、去年の今日がん宣告されたんですね。宣告というか、まずあんたがんじゃないのみたいな感じで言われて、みたいな初日ですよ。それから4日間ね、病院通って、まあ結局がんってことは分かったんですけど、その初日、本当にね、自分の中でいろいろ変わった日だったんですね。で、今日、病院行ってきて、帰りなんですけど、ちょっとね、今まで調子良かったんですけど、安全圏の中で、良くなったり悪くなったりするんですけど、今ちょっと悪くなってる最中で、治療方針変わって、お薬とか変わりました。やってること変わんないですよ。このね、ポートってとこから点滴、ぐっと針入れて、ね、何度も話してるんですよね。あれ入れて、点滴するんですけど、今ね、抗がん剤使ってました。それがね、なんかプラシーボとかなんかなんだけど、オプシーボ、ムシーボ、なんかそんな薬に変わったんですね。これ何かっていうと、免疫力、簡単に言うと免疫を利用して、がんをやっつけるっていうね、そういう、お薬らしいんですけど、詳しいことは分かんないんですけどね。自分でもね、免疫力ちょっと上げていく方向で今頑張ってます。でね、何を頑張っているかっていうと、楽しいことをいろいろやろうっていう今までと、あれとは変わんないんですけど、水泳通い始めました。ね、水泳はちょっとね、得意なんで今までもやっていたんですけど、ちょっとね、この病気になってからは初めてなんですね。だから行ったらもうすごい痛い、なかなかこう作用があって転移してたところの方、今もう治っているんですけど、とはいえ、動かすのが結構またきつくてですね、もう完全に、筋肉もすごく落ちてるんで、もうそこからのスタートですね。であと左肩はもうなんか引っ張るともう激痛走るみたいな状態なんで、もうなんか初心者になった気分ですよ。で結構辛かったんですけど、でも泳げるっていうのがね、すごく嬉しくて、ずっと最近、通ってます。はい、副作用ほとんどないんですね。であるのっつったら指が破裂そうになって、破裂するんですよ。その時が痛いですね。なんかね、めちゃくちゃ痛いです。はい、でも頑張ります。5月の末、自分の中ではね、すごく変わった時期で去年あったんで、それからね、1年本当に、思うこといっぱいになります。本当に皆さん、ありがとうございます。もう本当にね、多くの方々が応援してくださるのが本当に力になってるんですよね。こういうことってなんか今までね、いろんな人がこう皆さんの応援が聞こえてなんて言ってね、うそくせえなと思っていたんですよ。ところがね、本当、スポーツじゃなくてこういう病気の時にね、本当に声かけてくださったり気にしてくださったりね、それって本当に力になるんだなっていうふうに思いましたんで、今後ともぜひぜひ、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。あとはですね、Tシャツもう皆さんに買っていただいて本当にありがとうございます。これ災害地の寄付につながりますので、これをね、ちょっと今年もね、梅雨早く入って災害多そうじゃないですか。だからね、何が起こるか分かんないんで、しっかりと、いいところにね、出せるように、していきたいと思っています。トンネルだ、はい、大きいサイズ出してくれということだったんで、出しました。で今日で来てくるんですね。でスペシャルカラーとしてはグレーね、グレー、これ一番無難ないのですね。あとはですね、アップルグリーンっていうんですけど、これがまたいい色なんですよ。でそれをちょっと、追加されます。追加というかね、本当にサイズによってはない色もあるしあれなんですけど、ちょっと大きいサイズを中心に展開しますんで、楽しみにしていてください。多分これ瞬間ですね。はい、そういやね、この間 L サイズ S サイズほぼ瞬間で売り切れちゃったみたいで、やっぱりね、サイズのと色の設定難しいですね。はい、で L サイズちょっと大きめなんですけど、もっとっていうんで、じゃあ XL っていうんでね、今回 XL の、
予約販売してみたところいっぱい買っていただいて、またこちらも本当にありがとうございます。写真展も始まっていないのに T シャツだけ来たり歩きしていますんで、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。 T シャツが出来上がってきました。これグレーに白バージョンです。これね、初めはねグレーに白ってまあまあ作っときゃいいんじゃないのみたいな感じで作ったんですけど、出来上がったらすごくいいんですよ。一番お気に入りかもしれないっていう状態なんでね、しばらく最近はこればっかり着てるんですけどね。後ろ見えますかね。ちょっと、見にくいですよね。後でちょっと何かしらの方法でいいと思います。それでですね、なんか結構もう袋あったじゃないですか。袋、防水バッグ2リットルってやつですね。あれ最初買っていただいた方がですね、もう2、3、4個まとめてとかいう方が多いんですよ。で、まとめて買っていただくのはありがたいんですけど、必ず言葉が添えられているんですね。色の展開をお願いしますみたいな。気持ちはよくわかるんです。なんでかっていうと、僕もね、複数使ってると、じゃあこれは何々入れ、これは何々入れってね、わかんなくなっちゃうんですよ。外から見ると真っ黒じゃないですか。だからね、これは、レンズ、これはお菓子、まあそれぐらい見りゃわかるんですけどね、この形も違うじゃないですか。だからわかるんですけど、まあそのね、色展開あったらいいなって確かには思うんですけどね、この量で色展開がちょっと苦しいかなというのがありまして、うわ、すっげえ鉢。ちょっとね、そこら辺は、まあ、ゆくゆくもしかできたらやっていきたいなと思います。あともう一つ多いのがね、季節がやっぱり暑くなってきたからっていうのもあるんでしょうけど、帽子作ってくれと。もうね、何度も言うようにね、うちアパレル屋さんじゃないんですよ。でもね、本当にありがたいことですね。このオリジナルの帽子を買いたいって、思ってくださることがすごい嬉しいことなんで、もう何年も前からそれは言われてるんですけど、帽子、ちょっとね、やっていきたいと思うんですけど、でもね、僕考えちゃうんですよね。T シャツ買っていただくじゃないですか。で、バッグも買っていただくじゃないですか。そしてね、もう123、123、123とか言ってね、123いっぱいありすぎたらしつこいじゃないですか。それ考えてるんですよ。だからもうね、今まで、まあ以前帽子作ってた時とはまた違う切り口でねやっていきたいとは思うんですけども、そうこうしてる間に、今度は防寒用のね、帽子とかそういう時期になっていっちゃうと思うんで、なるべく早くやるんだったらやりたいなとは思っています。はい、そんな中ですね、写真展、前回ね、写真展ちょっとできなくなっちゃったって言った時にはね、本当に、いろんな意見あるんじゃないかと思ったんですよ。もうなんでみたいなことに、まあ自分自身もね、本当やりたかったんで、すごくやりたかったんで、ね、なんでだよみたいな感じの意見っていうのは、出てくるのはもうしょうがないなと思ってたんですけど、でもね、本当に、ほぼ全部ですね、よく決断したというように言ってくれた。あと決断したのが早かったから、ありがたかったって言ってもらえたのもね、すごく良かったなと思っています。やっぱりね、今こんな時期なんで、都市部でのね、ちょっと換気どうなのみたいな感じの写真展とかがあるっていうふうには聞くんですけど、僕それに対して何も言わないです。ね、ただ僕はできないっていうことだけですね。はい。やっぱり何のための写真展かって言ったら、写真見ていただくのはもう当たり前なんですけど、やっぱり来ていただく人ね、それからそのね、まあ、今回は雫石の小学校ですけど、そこがどうしたいのかっていうのがね、見えてきた時にやっぱ写真展の会場として、ね、どうなのかっていうとか判断する内容に、条件な材料になっていくと思うんで、そこら辺っていうのは常に考えているんでね、やっぱりそこら辺考えると、やっぱゴールデンウィークでやるっていうのはできなかったし、それ今でも変わんないんですね。ただいつまでもできないできないじゃちょっと先に進めないんで、また次の、チャンスっていうのをね、自分で考えてはいます。それが、8月のお盆休みですね。まあ、オリンピック次第なとこありますよね。オリンピックに関してもね、いろいろ思うところはあるんですけど、やっぱりオリンピック次第としか言いようがないですね。その中でまた何か
良くないことが起こるんだったら写真展はその時点でやるべきじゃないと思うし、どの場所であってもね、まあ、状況を見ながらになると思うんですけど、じゃあ今度は一歩進んでそうなった時何ができるかなっていうのをちょっと考えていきたいなと思っています。やる方向でね、例えばですよ、もう一番最悪の事態、人を呼べる状態じゃないって言った時はもうそうですね、石造石の方だけで、まあ見ていただくっていうね、ちょっと一番ミニマムな形にはなると思うんですけど、そういう状態で、じゃあ遠くの人たちにどう楽しんでいただけるのかって言ったら、その時点でちょっといくつか方法を考えてはいます。はい、というわけでね、まあこれから、雫石、それから、まあ、年末ですね、パリで年明けてまたいくつかちょっと考えはあるんで、その都度ね、一番いいことができるようにね、せっかくなんでね、していきたいなと思います。ただもうやっぱり無理してっていうのはないです。はい、ちなみにこちらがですね、アップルグリーンってやつですね。すごいいい色ですね、これもね。ブルーとグリーンのちょうど中間ぐらいな色ですかね。まあ今着てる色ではあるんですけど、試しに作ってみたらやっぱり良かったですね。はい、白文字です。